ですか、ティオネさん。ティオネさん？放っておいた方がいいわよ。予感だけど、すごい面倒そうな香りがするから。え？それってどういう？どうして？はい？どうしてせっかく水着を着たのに団長がいないのよ！オスは誰でも水着なら喜ぶってロキも言ってたのに。考えてみれば団長がいなきゃ意味ないじゃない。レフィーア、ちょっと団長連れてきて。ここもうメレンですよ。冒険者が本気出せばオラリオならすぐ行けるでしょ。それはそうですけど、そもそも団長たちは私たちの代わりにオラリオに残っているんですから。じゃあ誘拐してきて。もっと無理です。なんとか団長を連れてくる方法はないの？レフィーア、オラリオに帰るわよ。今からですか？当たり前でしょ！私は今水着着てるんだから。面倒だ。だから言ったでしょ。あー、どうしてこういつもいつもタイミングが悪いのよ。弾ける水しぶきと輝く水着で団長濃殺のチャンスだって言うのに。ティオネさんがロキみたいなことを、というかロキの影響が。ちょっと冷却しましょうか。え、アキさん？ティオネ、その水着で団長の濃殺は無理よ。だーん！ちょ、アキさん、どうして寿命を縮める真似を？なんてこと言うのよ、アキ。やってみなくちゃわからないでしょ。いいえ、わかるわ。だってその水着、普段と露出度が全然変わってないもの。そういえば、むしろ普段の方が露出高い時も。何よそれ。じゃあ普段濃殺できてないなら水着でもできるわけないじゃない。そうなるわね。そんなびっくりするぐらいショックを受けてますけど。事実だからしょうがないじゃない。あまり言いたくなかったけど。こうなったら全部脱いで水着以上の露出で迫るしか。そのまま押し倒してレアラーバ転移をして二人の愛の結晶を作るしかない。そうよ、それしかないわ。ディオネ、何言ってるのあなた。というかしれっとリベリア様の魔法を変な意味で使わないでください。ウィンフィンフルベトルしますよ。レフィーアも落ち着いて。待っていてください。さあ、待つのはあなたです、ティオネさん。やっぱり面倒になったじゃない。もう、はあ、アイズとティオナを呼んで援軍を回しましょう。お疲れ様です。